借り物の肉体では到底及ばぬ研鑽で積み上げた人類の境地お見せしましょう。シルファー！ピノワイト様？この剣は俺とロイドで作った魔剣作りを手伝ってもらった礼だ。その魔剣には派手な魔術は織り込んでない。ひたすら強度と柔軟性を追求して作った。その剣ならシルファの全力にも耐える。きっと魔人だって切れちゃうぞ。もう二度と我が主の期待に恥じぬために。魔剣魔人殺し使わせていただきます。バカが何を殺すだ。ありもしない夢を剣に名付けるな。貴様らの未来はすでに確定している。あ、何を言ってこの国の行く末、それは悪夢の来襲。大義もクソもない我々の戯れにこの国は滅ぶのだよ。この計画はもともとジェイドをおびき出すための餌。ここの連中の肉体を奪った後、戦の予兆を強く世に振りまいたら、まんまとジェイドはこの地に帰ってきたよ。お前ら、ジェイドが嫌っていた戦、本当に、全部こいつらのせいだった。戦争なんて、やらされた！邪魔です。大丈夫ですよ。悪夢の大作戦。そんな未来はありえません。よかろう。ならば教えてやる。我が天魔一刀流奥義を持て。ラングリス流